こんばんは。今回はですね、初心者の優しい、サイコロ作りやっていきたいと思います。オブジェクト、この一つの標準のキューブを使ってですね、加工していってみたいと思います。ちょっと色付けまでですね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、ちょっと見やすいように、オブジェクト1個しかないんで、こっち広げときますね。僕の画面半分ぐらいなんでね。はい、で、ですね、もう操作大体こう分かってきたと思うんですけどね、回転はホイールでこうできるよというのはね。じゃあ、いきます。まず、モディファイアーズで、可動光ですね、ベベルっていうやつで、こういうふうにかけてあげます。お好みでここをですね、こう、変えることができます。まあ、標準は0.1になってます。で、適用、オブジェクト変形の形状の適用はアプライ。で、タブキーでエディットモードにしました。で、今、サブディバイドっていうことで、分割っていうのをやりましたよね。で、こう、急分割できるんですけど、ここのベベルをかけた、滑らかにした面がですね、それぞれ、急分割になってしまいますので、めんどくさいと。で、ここだけを選択してもめんどくさいので、ループカット、この下のですね、ループカット&スライドっていうのを使います。コントロール Z で1回やめます。で、ループカット&スライドっていうのは、ですね、ループにしちゃうんですね。まあ、全選択、ちょっと非選択にしてやってみましょうかね。ループカット&スライドっていうのをボタンをクリックしまして、そうするとこう、ループ上で辺をですね、ぐるーっと一周ですね、こう分けてあげます。ね。で、1個とか2個とかいうのはこう、真ん中のホイールキーをこう前後に操作することで数を変更することができます。増やしたり減らしたりすることができる。で、このアンドスライドっていうのは、1個の場合にはこの左クリックをして、こう、なんていうんですかね、分割する位置をですね、マウスでスライドすることができて、確定をかけることができる。確定は左クリックですね。で、ループカット&スライドという名前になってます。コントロール Z でもう一回、やりますね。ループカット&スライドで、2個ですね。ループカット&スライド2個。ループカット&スライド。押した。で、2個。こうですね。で、1個がですね、フェースのこの真ん中のところだけを S で拡大してあげます。ギュッと左で、あとは選択をしていきますので、まずですね、2個シフト押しながら12追加ですね。シフト押しながら123、反対側が4、ぐるっと回してシフト離してくださいね。1234、ぐるっと回してぐるっと回して、にゃんころ目ですか。ぐるっと、あれ、シフト離して12345、6ですね。で、これで今へこますところの面を選択している状態になっております。で、こちらをですね、エクストゥードインディビジュアルっていうやつをボタンをクリックしまして、へこましていきます。まあ、増えてますけど。で、ちょっとへこましまして、クリックですね。こんな感じで。で、もう一度へこましまして、掘ってあげます。ググーっと。ググーっと掘ってあげて、カチ。こんな感じですかね。で、もう一個ぐらい綺麗にした方がいいのかな。まあいいでしょうね。で、かなり深く、こうやってガクッと入ってきましたね。で、こちらに対して、今選択している状態なんですけど、色をちょっとつけてあげようかなと思います。色をつけるんですけど、ここもそうなんですけど、ちょっとここのところまでですね、1個プラスして選択してあげます。この周囲の面に対して1個だけですね、プラスしてあげたいので、コントロールの押しながらプラスっていうのをすると、1個だけプラスになります。マイナスだと減ります。
プラスになるとその周囲がですね選択されるという形なんで、このへこみのところもですね黒くあるいは赤くしてあげようということです。こうですね、こうなってます。はい、でですね、あ、これスムーズかけた方がよかったかな、まあいいか。で、ですね、色をつけるのはこのアウトラインで、キューブにはこういうふうに階層を持ってまして、メッシュ、マテリアル、テクスチャ、オブジェクト、メッシュ、マテリアル、テクスチャという階層があります。で、色はですね、こういう模様のテクスチャでもつけれますけど、マテリアルそのものにですね、材質にですね、色をつけてあげます。今白だけがここにおりますので、6面のやつはこのディフューズっていうところでクリックしまして、黒ですね、黒はこれカラーピッカーでこう色が全部変わることができるんですけど、ですね、間違ってますね。まず色を追加してあげないといけないですね。1個しかありませんので、これ標準のやつはあの白のそのままなんですけど、1個追加してあげます。ニューをして、ディフューズで黒ですね。黒は全部ゼロなんですけど真っ黒になっちゃう。光 RGB は全部が光った時には真っ白に輝きますんでね。で、ちょっと違うところをクリックしてアサイン適用をしてあげます。で、全部が黒になっちゃいました。で、今度はこちらですね、この1個だけなんで右クリックで選択をしまして、ここのところの縁1個プラスしてますんで、コントロールプラスで1個追加してあげます。ここを赤くしてあげる。で、もう一回色を追加します。プラスでニューの赤、こっちですね、これを上げてあげます。これ0、0にしてあげると真っ赤になっちゃうと、アサインしちゃうと赤くなっちゃいました。こんな感じですね。で、これをちょっとカクカクしてますので、こちらをですね、面をちょっと丸くしてあげるということになりますので、このモディファイアーズのサブディビジョンサーフェイスっていうのがあるので、これをクリックしてあげます。そうするとこういうふうにですね、カクッとなります。ちょっとビューでですね、1個くらいですか、これぐらい、まあ、こうすると面がどんどん大きくなる増えるんですけど、で、アプライっていう形でやります。モディファイアーではできませんよ、知ってますよね。はい、オブジェクトモードで適用しちゃいます。そうするとこういうサイコロがですね出来上がるということですね。はい、皆さんもやってみてくださいね。はい、以上です。